このコーデは、2007年に、イタリア・カターニアで起こったサッカー暴動について記す。2007年2月2日、イタリア・カターニアにあるスタディオ・アンジェロ・マッシュミーノで、行われたセリエのカルチョ・カターニア・対 US チッタディ・パレルモ戦で、ファンと警官との間で衝突が起こった。そのさ中に、警官隊のフィリッポラ地域順位差がなくなり、さらに一人の警官が重傷を負ったほか、 100人以上とも言われる多数の観客が負傷し、14名のカターニアサポーターが逮捕された。シチリア島にある3つのサッカークラブのうちの2つ、カルチョカターニアと US チッタディパレルモのシチリアダービーは当初は2月4日の午後3時キックオフの予定が組まれていたが、聖アガタの祝祭による混乱を避けるためのカターニア側の要請により、 2月2日の午後6時キックオフに変更された。バスの到着が遅れたため、試合開始時のスタジアム内には、パレルモのサポーターはおらず、後半10分過ぎに遅れて入場した。パレルモサポーターの入場後、オフサイドの疑惑が残るアンドレア・カラッチョロのゴールで、パレルモが先制し、カターニアサポーターがアウェー席に発煙筒と爆竹を投げ込んだため、警官隊は、 サイルイダンをカターニアのウルトラスに見舞った。サイルイガスがスタジアム内を漂い、プレーしている選手にも影響が出たため、主審のステファノ・ファリーナは40分以上も試合を中断することを余儀なくされた。その後、カターニアのファビオ・カゼルタが同点ゴールを決めたが、パレルモのダビド・ディミケーレが決勝点を決め、試合は2から1で、パレルモの勝利に終わった。 ディミケーレはゴールの際に明らかなハンドの反則を犯しており、カラッチョロの1点目も疑問の残る判定だったため、試合結果に納得のいかないカターニアサポーターは警官隊への攻撃を始めた。ラチーティ巡査はスタジアム外でパトカーに乗って待機していたが、スタジアム最上部から落とされた紙爆弾がパトカーに直撃したため、彼は驚いて車外に出た。 カターニア・サポーターは彼に投石を始め、そこに再び紙爆弾が投げ込まれて爆発し、その場に倒れた。彼は、ガリバルディ病院で死亡が確認された。当初は、紙爆弾の直撃が死因と考えられていたが、その後の分析によって、倒れ込んだ巡査に向かって振り下ろされた陶器による内臓破裂が死因であることが判明した。巡査は1962年以降に、 イタリアのサッカースタジアム内部及びその周辺で死亡した13人目の犠牲者であった。彼に哀悼の意を表し、聖夜型の祝祭は規模を縮小して行われた。カターニアのアントニーのプルビレンティ会長は、パルレモサポーターがスタジアムに入場したことで誘発されて起こったものである。彼らが問題を起こし始めたんだとして、パレルモサポーターに火があるとしたが、 パレルモのフランチェスコ・グイドリン監督はカターニアに火があるとし、カターニアの地方判事はこの事件にパレルモサポーターの責任はないことを断言している。スタジアムでの暴力に反対する横断幕、シチリアダービー後には1月27日に行われたテルサ・カテゴリアの試合でサマルティネーゼ・スクオラ・ラカルチョのディレクターが相手サポーターに顔を踏まれ、 脳内出血により死亡していたことが判明した。スポーツ青少年問題担当大臣のジョバンナ、メランドリとイタリア語リーン委員会のジャンニペトルー会長、イタリアサッカー連盟のルカ・パンカリ会長は2月3日と4日に予定されていたセリエ A やアマチュアリーグ、イタリア代表の試合も含めてサッカーに関連するイベントすべてを延期することを決定したため、 予定されていたイタリア代表とルーマニア代表の試合は中止された。一週間後の2月10日のセリエ A の試合は全10試合が開催されたが、そのうち4試合は無観客で行われた。サッカー界はカターニアの暴動を強く非難し、試合中止を決めたパンカリの決定を指示し、イギリスで1989年に起こったフーリガンがゴールを横転させた事件から、 解決策を見出そうとした。カターニアのプルビレンティ会長は、サッカー界から離れる意思を発表し、カターニア氏では、サッカーをプレーすることは、不可能であると述べたが、2日後に辞職を思いとどなった。暴動の翌日、2001年に亡くなった反グローバリゼーション活動家のカルロジュリアーニに対する復讐であるとして、 暴動を支持する落書きがリボルノにあるイルティレーノという、司法紙の本社で見つかった。ピアチェンツァ、ローマ、ミラノ、パレルモでも、同様の落書きが見つかっている。普段のスタディオ・アンジェロ・マッシミーノの様子2006年夏には、テロ、組織暴力対策法が施行され、回転式ゲートの設置や、記名式チケットが義務付けられたが、回転式ゲートが、 きちんと設置されたスタジアムはわずかであり、記名式チケットも正しく運用されているとは言い、がたかった。それらの安全基準を満たすまでは観客を入れることを禁止され、当初は、スタディオオリンピコ、スタディオデレアルピ、スタディオレンツオ・バルベラ、スタディオルイジ・フェラーリス、スタディオサンテリアだけが基準を満たしているとして、観客の入場が承認されたが、年月日には、 スタディオジュゼッペメアッツァで十分な安全が宣言され、スタディオエンニオタルディーニなどもそれに続いた。イタリア政府は打ち上げ花火や発煙筒など煙を出す、物や爆竹などを、スポーツイベントで使用することを禁止し、2007年2月のナイトゲームをすべて取りやめた。アウェイサポーターへのチケットのブロック売りを禁止し、フーリガンと思われる人物を事前に締め出すことを、 警官に許した。各クラブも、また財政面や実務面でのファンクラブの結びつきを禁止した。カターニアは、イタリア規律委員会によって5万ユーロの罰金処分を受け、残りのシーズンを、ホームのスタディオ・アンジェロ・マッシミーノで戦うことが禁止され、カターニア外の中立地で無観客で試合を行う、最低が下された。それらの決定は4月4日に、 カターニアの地方行政裁判所によって部分的に覆され、サッカー協会は観客の入場を認めるべきであるという判決が下された。その決定は数日後にローマの地方行政裁判所によって再び覆されたが、4月中旬にはカターニアの地方行政裁判所によってまたもや覆された。そのような状況からカターニア対 アスコリー・カルチョ戦の開催が遅れ、本来は4月22日に、モデナで無観客で開催される予定だった試合は5月2日に、組み直された。イタリアサッカー連盟は、本来なら、無観客で行われるはずの AC ・ミラン戦と AC ・キエーボ・ベローナ戦へのカターニアサポーターの入場を、認め、試合は、 ボローニャのスタディオ・レナート・ダラーラをカターニアの本拠地扱いとして行われた。2007年9月2日、スタディオ・アンジェロ・マッシミノには新しい安全規則が導入され、ラチーティ巡査の死以降で初めて観客を受け入れて、2007から08シーズン開幕戦、ジェノア CFC 戦が行われた。 巡査の妻はその試合に出席し、試合開始前には1分間の黙祷が捧げられた。2008年には18歳の少年が警官殺害の容疑で逮捕、収監されたが、8月に証拠不十分で釈放されている。2010から11シーズンには、暴動後初めてダービーでのアウェーンサポーターの入場が許された。2010年11月14日に、 パレルモのホームで行われた試合には300人ほどのカターニアサポーターが入場し、試合前には両クラブの会長が並んでサポーターに挨拶した。ありがとうございます。